皆様ごきげんよう、カラツマアリスです。今回はロリータデビューに最低限必要なものについてお話しいたします。この動画を見ればワンコーデを完成させるのに必要なものやブランドものを揃えた方がいいもの、ノーブランドやプチプラで節約しても大丈夫なものがわかるようになりますよ。こちらが本当に最低限必要なものの一覧です。上から順に詳しくお話ししてまいりますね。まずは頭物、ロリータファッションは装飾的で上品な可愛らしさが魅力ということで、お洋服に負けないくらい頭も可愛く飾っちゃいましょう。こういうリボンカチューシャやヘッドドレス、それからボンネットやリボンクリップやコームなど、コーデの雰囲気に合うものをつけるのがおすすめです。ヘッドドレスやボンネットはブランド物以外だと素材のチョイスやデザインがロリータというより地雷系みたいな感じで合わないものも多いので、初心者さんの間はロリータブランドさんのものの方が無難でしょう。ただカチューシャやリボンクリップなどの場合はお洋服の雰囲気に合ってさえいればノーブランドやガーリー系ブランドさんのアイテムなどプチプラでも大丈夫ですよ。目先の器用さとセンスに自信のある方はブランド物にこだわらずに手作りしちゃっても大丈夫ですよ。メインのお洋服、ワンピースやジャンパースカート、スカートなどはロリータブランドさんのものがいいでしょう。ここは下手にケチっちゃうとまずいですね。これはブランド主義とかそういうことでは一切ありません。どうしてロリータブランドがいいかというと、やっぱりロリータ服って作るのにすごく手間がかかるので、どうしてもきちんと作れるのってロリータブランドさんになってしまうんですね。それ以外ですと盗作や粗悪品などのまがいものが非常に多いので、そういったものを安易に買ってしまわないようによくよく気をつけてくださいね。例外的にロリータブランドさん以外だとアンドロミオさんやアクシーズファムかわいいさんなどがロリータファッションにも使えるアイテムを割と手頃な価格で出してくれています。ただお茶会などでみんながロリータブランドのコーデという場合などにメインのお洋服に合わせていってしまうとパッと見て浮いてしまいやすいです。浮くのはちょっとやだなーって方は、ちょっとしたお出かけや写真撮影だけなどで気分を味わってみたい時におすすめです。メインのお洋服も手先の器用さとセンスに自信のある方はブランド物にこだわらずに手作りしちゃっても大丈夫です。お次はトップス。メインのお洋服がジャンパースカートやスカートである場合のみですが、トップスにブラウスや可愛いカットソーを購入しておきましょう。これはコーデに合いさえすればロリータブランドのものじゃなくても大丈夫ですが、合うデザインと合わないデザインがあるので、どんなアイテムが合うかわからない方は私のコーデ動画を参考にしてみたり、あとは古着でもいいのでロリータブランドさんのものをチョイスするのが無難でしょう。ワンピースみたいなデザインのジャンパースカートもありますが、ジャンパースカートはそもそも1枚で着る前提で作られていません。なので下着がチラ見えしちゃったり下品な印象になりやすいので、中に何か着るかカーディガンやボレロなどを羽織るといいでしょう。それから大切なのは下着。なんといってもふんわりと膨らんだスカートがロリータファッションの重要なポイントということで、スカートを膨らませるためのパニエはロリータファッションの必需品です。
こちらはロリータブランドさん以外でもプチプラのパニエはたくさん出ているので、ノーブランドのパニエでも大丈夫ですが、膨らみやシルエットができるだけ綺麗なものをチョイスしましょう。パニエで膨らんで見えやすくなったスカートの中身を守るために必須なのがドロワーズ。こちらもノーブランドのピチパンツなどで代用しても大丈夫ですので、必ず何か履きましょうね。ソックスも必須です。実はロリータファッションって素足の方はほぼほぼ見かけません。昔に下妻物語の映画化でロリータブームが起こった時に、ギャルロリと呼ばれていたお姉さんたちが素足でサンダルを合わせていたりもしましたが、それについても批判的な意見が多かった印象です。というのもロリータファッションってちょっと貴族的というか、昔のヨーロッパのお姫様や貴族のお嬢様のような雰囲気があるじゃないですか。ティム・バートン監督のアリス・イン・ワンダーランドでも素足でブーツを履いていたアリスが叱られるシーンがありましたが、素足ってあまり上品できちんとした印象ではないですよね。なので球体関節人形風のストッキングなどヌーディーな印象なものの上にもクルタケソックスを合わせたり、サンダルの場合でも靴下を履く方がほとんどです。靴下もノーブランドでいいので、コーデやお洋服の華やかさに合わせて可愛いソックスやタイツを履くといいでしょう。靴もノーブランドやガーリー系のものでいいので、お洋服に合わせて可愛らしい印象のものを合わせましょう。おすすめはコロンと可愛らしい印象のおでこ靴や、ラウンド2のストラップシューズ、メリージェーンパンプスなどです。ロリータ服に合いにくい靴についてはこちらの動画で解説していますので、合わせてご視聴いただけると幸いです。カバンもノーブランドやガーリー系のアイテムで大丈夫です。可愛いデザインでお洋服の華やかさや雰囲気に合ったものをチョイスしましょう。お洋服に合えばトートバッグやクマちゃんやサンリオキャラクターなどのぬいぐるみバッグもおすすめですよ。ちなみにこの画像のカバンはゴブラン織りの生地を使用したクラロリに合わせやすいバッグで、なんとフリマで300円で購入しちゃいました。以上が最低限必要なものですが、プラスであったらいいものについても少しお話ししますね。アウターなどは今は春なのでロリータ服のコーデが組みやすい気温ですが、まだちょっと寒い日や朝晩の冷え込みが気になりますよね。そんな時にジャケットやカーディガンなど、これもガーリー系で合うものでいいので、さっと羽織れるものがあるといいでしょう。コートはロングコートの場合のみ、ロリータブランドの広がった裾の毛回しに合うものということで、やはりロリータブランドさんのものがおすすめです。あとはおしゃれをするときに気分を盛り上げたり、デコルテがちょっと寂しいときなどに華やかさをプラスしてくれるアクセサリー、これもブランドではなくプチプラアイテムでも大丈夫です。それからメイク用品、せっかく華やかなおしゃれをするんですから、すっぴんのままではちょっと寂しいですよね。お肌が弱いとかアレルギーがあるなどの特別な理由がある場合を除いて、お出かけする際はメイクもした方がいいと思います。キャンメイクさんなどのプチプラアイテムで大丈夫なので、お洋服の雰囲気に合って自分に似合う色をチョイスしてみましょう。メイクのやり方がわからないよという方に、おすすめの動画リンクを動画概要欄に掲載しておきますので、
参考にしてみてくださいね。こんなにいっぱい買わないとダメなの？ってびっくりしちゃった方は安心してくださいね。全身ロリータブランドで揃えると10万円はくだらないとされていますが、古着やプチプラアイテムの活用でワンコーデ 2.5 万円もあれば、頭元から靴まで全身揃いますよ。詳しくはこちらの動画をご確認くださいね。このチャンネルではロリータファッションに興味のある方に向けたわかりやすい解説動画を更新しています。この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録、高評価をお忘れなく。以上、カラスマアリスがお伝えいたしました。